やっちゃん久しぶりだね。お久しぶり。多分ね、やっちゃんマーモチャンネルは、実はディズラルの時に出てもらってんだよね。そうだよ。うん。あの時見たよ。いやそうです。見たよ。いやいやもう。こっちの人言われたから。ああ、マーモチャンネルをね。カメラ回したでしょ。いや今日はね、ババさんがいないんで、夕方のちょこっと聴講なんだけど、デプスさんの安弟子と一緒に、まあ、夕方ちょっと霞ヶ浦水系のおかっぱりをしていこうかなと思います。はい、お願いします。案内してください。なんか蚊がいるらしいんで。やばいっす。ここ除虫スプレー借りてもいいですか。なんかそそくさとかけてますけど、もうやばいっす。すいません。やばいっす。ありがとうございます。何年ぶりにおかっぱりするんですけどね。確かにね。でもやっちゃん地元一緒だもんね。地元一緒ね。愛知県で一緒に高校生の頃二人で釣りしてね。違う、中学3年生から。そうだね、覚えてるよ。イルカ池でね、二人で一周で、ね、いや懐かしいね。電車で俺がイルカ池まで行ってね。で俺が WBS にマーモに誘われてね、みんなで行って行ったね。で、霞ヶ浦俺が知るきっかけになって、でこっちに来て、でマーモはねこっちで、ね、WBS 出て、でスーパースリーデイズ一緒に出ようって言われて出たね。懐かしいね。2回ぐらい出たよね。いや懐かしいね。まあそんな思い出話もしながらおかっぱりしましょうよ、二人でね。え、カバーはない？え、カバー誰？お、まず格好やって、こう開けてきた。じゃあビークだね今回も。最近登場大好きか。はい、あ、なんかいた。来いか。カバー天国だね。今一番草濃いからね。マジ。出てきそうだけどね。この辺も全然釣れる？でかっ。やば、さすがやっちゃん、ありがとうございます。しゃビークに RV バッグ 1.5 インチ RV バッグなくなっちゃった。やっと。おお、いいバス。ありがとう。すぐ釣らしてくれたやん。ビークでね、この上からちょっとパーフェンスタックルで打って誘ってシェイクフォールで釣れました。やった、いいバスだね。ありがとう。こんなすぐ釣れるんかい。はい、じゃねー。さすがっすね。びっくりした、でかかったから。ビークちゃん、これね、今回はちょっとこのスモークっていうか、まあちょっとクリア系のカラーで、この川は結構意外と水きれいだから、霞でもちょっとクリア系のカラーで釣りました。いいね。また来たと思った。遠くから僕より来るから。あ、バスが。そう、長く来てると思う。多分この気づく範囲のやつだったら。むしろこういうところがチャンス。これこそパワーフィネスの強みじゃない。上からスピリングで打てるっていうね、 MH で。なんかガサってなったよね。変えるかな。なんかまたジョボってなった気がする。起きた。うわくす。おお、釣れそうだね。浅っ。やっちゃん浅いね、ここ。おお、こんな感じか。
すごいか。バスだ。ここも釣れそうだな。オッケー。ん？あれバス？違うか。バス？なんかね、別の魚めっちゃいるよね。あ、そうなんだ。見やがった。嫌った。下がってった。あ、いた。来た。あれ違う。あ、バス。2匹いる。嫌ったね。じゃあお疲れ様でした。まあすぐね、2時間ぐらいしかやってないのに1本出していただいてありがとうございます。秒速のやっちゃん兆候でした。カニ刺されてね。ねえ、ちょっともう限界だね俺たち。またちょっと一緒にカッパリしよう。オッケー。ありがとうございました。それでは僕は愛知県に帰りたいと思います。気をつけて。これありがとうございます。お疲れ様でした。